どうにかこうにか助かってみればね、
あ、こっち？あ、こっちか。はい。じゃあ、木の箱の方につけてそのままお入れください。海峡夢タワーにお越しいただきまして誠にありがとうございます。これより30階展望室まで70秒でご案内いたします。エレベーターの扉側にはただいまの階数と高さを表示しておりますので景色と合わせてお楽しみください。平成8年7月20日海の日にオープンいたしましたこの海峡夢タワーは全長153メートル、最上階30階展望室は関門橋の主塔とほぼ同じ地上143メートルの高さに位置しております。このエレベーターからは下関の街並みと日本海がご覧いただけます。まもなく展望室に到着いたします。なおお帰りの際には中央の階段を2回お降りいただきました28階展望室より下りエレベーターをご利用ください。どうぞごゆっくりとお楽しみください。
これより4階出口ホールまでご案内いたします。展望室からの眺望はお楽しみいただけましたでしょうか。海峡夢タワーは夜になりますとライトアップしております。ライトアップ時間は日没から午後9時45分まででございます。ライトアップカラーは全部で7色ございまして、曜日により変化いたします。昼は瀬戸内海から関門海峡、日本海までの雄大な景色を、夜は下関の町並みや海岸の門司港などの美しい夜景をお楽しみいただけます。まもなく到着いたします。お気をつけてお帰りください。ご来館ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。